これ共通テストの方が届いてですね、はい、なんで2人の共通テスト結果を見ていきたいと思います。英語にいきますね、はい、英語です。1A が、はい、あ、科目整形だったんだ、あ、日本史に変わってる。絵面がすごいわ。はい、お便り始まりました。もう一度チャンネル、さあ今回は、はい、チャンネルのメンバーですけど、はい、言ってください。かずこです。はい、横山です。はい、そしてユーロです。はい、まあユーロはまだね、結果とかいろいろ届いてないということで、はい、でお二人の結果等を見ていきたいと思います。これ共通テストのは届いてますね、はい、なんで2人のちょっと共通テスト結果を見ていきたいと思います。まあ大丈夫なのか心配なんですけどね、お二人とも DM でよく質問してくること。ごめんなさい。来るまでが一番疲れる。まあ、まあ、まあね、そうそうそう、彼女も全然わからずに、もう結局俺も待ちぼうけ、申し訳ない。ちゃんと頑張って調べて。もうすごい質問だったしね、もうあなたの英語の質問はとんでもなかったよ。これから頑張ります。びっくりした、それすら知らないんかいみたいなね、はい、と思ったんですが、ではでは、そんなあなたの結果は一体いくつ取れてたのか、さあ行きましょうか。じゃあ共通テストの、はい、はい、これが帰ってきたやつですね。ではまず、あ、国語が上なんだ。そっか、知歴受けてないんだもんね。はい、国語が、99点、ほぼ半分ですね。はい、漢文は受けてないです。あ、なるほど。あ、だからゼロの状況でってやったわけですね。はいはい、だから現代文、評論と小説合わせて73で、古文が26という感じだったわけですね。これでまあ結構勉強したんですか、国語。いや、何もしてなくて。何もしてないんだ。だから古文が半分あってて、すごいびっくりしました。幸運。うんうんうん。いや、そんな、ユーロなんでここで持ってこなかったって、なかったっていうね、はい。もう、ここに持ってきてれば、うなずくしかし。はい。という感じで。で、外国語、英語に行きますね。はい。英語、リーディングが49点。はぁ。で、リスニングが85。あれ、リスニングできんだ。リスニングはもう聞こえましたね。聞こえましたね。聞こえましたね。聞こえました、はい、聞こえたんですね。聞こえました。なんかもうスーッと入ってきた感じですか。聞こえ、なんか言ってることは分かりました。勉強はしたんですか。リスニング以外は過去問やったんですけど。ああ、リスニング以外は、リスニング以外は、じゃあリスニングは 何もやらずに問題だけ見たんですけど、こんな感じだなっていうので。なるほど、はい、できたということですね。だけ、はい、で数学、まあ、理系だったわけです。あ、理系でもないのか別に。数学受験、数学受験だってことですね。はい、で数 1A が54点か。あ、なるほどね。数学はどうやって勉強してるんですか。去年は私は本当に勉強してなくて、うん、これもノーベンでってことですね。過去問は全部音が入っちゃうんだね、これ動いて動かしてる。ちょっと待ってね。で、持って、じゃあまあほぼほぼ勉強しないでこうやって受けたわけですね。はい。はい、現役の時のものになります。そして、じゃあ、斎藤じゃないし、なんだっけ。呼ばれます。よく。なんで斎藤って言ったの。こっちの方が前ってことだよね。一郎。こっちが2022年に受けたやつですね。はい。あ、科目整形だったんだ。そうです。なんか一番楽って聞いたんで。はいはいはい。その割に得点30点。30点しか取れてないんですけど、はい、そして国語があれ99点、なんか同じ点一応99点、1年違うけど99点で、漢文やってるわ、はい、とまずでも全然何も勉強してなかった。そうなの、評論が74で、古文17で、漢文が8と、で英語がリーディングが28、上でリスニングが59と。俺の時は何を、どこを目指して目指してた大学は。え、目指すとこなかったです。何もなく、とりあえず受けて、受けた後で、どっか受けたわけでしょ、その後。そうですね。大学は。ニッコマを。ああ、受けて、出たみたいな、はい。で、その後にまたもう1年やるわけですけど、このもう1年は、どっか塾通ってたもんね。はいはい。それでやって、あ、日本史に変わってる。受験が変わってて、はい、78点、あ、結構勉強した。そうですね。なるほど。そして、ここが、あ、112点ですね。うんうんうん。ということで、あ、ただ評論が、評論小説合わせて55か。これは低いな。
校が、で古文は勉強したんだよね。古文勉強しました。21で漢文が36。まあ漢文が一番簡単だからな。しかし英語リーディングが45点。ここがやっぱりだな。そしてリスニングが52。はい、勘で下がったっす。本当だ、下がってる。なんてこったという感じだったわけですね。そこで、ああ、こっから早慶ですから、いやー大変だとは思うけど、長い道のりですね。はい。え、模試とか受けてた？可愛いだけ受けました。はい。家族を全然受けてないんだね。引きこもり。引きこもり。高校行ってたでしょ。通信しと。ああ、そっか、よっか。中退だ。みんな中退だったら忘れてたよ。ニートしてたんで。そうだよ。あれ中退？あ、卒業しました。そうだ。とか中退した高校、中退した高校です。ああなるほど、解禁でした。解禁でした。解禁だった。解禁だったの、はい、解禁でした。自転車投げたのに解禁してたんだな。そうだ、このエピソード知らないから。解禁だったんだ。じゃあはい、なんか出た。過去の見れないとかないよね、わかんないけど。え、過去の見れないかも。まあ、それはそれで多分見れないっすね。じゃあいや、しょうがない。まあ共通テストあっただけでも。なるほどね、そういう感じで。じゃあ今後、あれ家族どこ目指すとかまだ決めてない？あ、見れたっす。あ、見れた。あ、もうあ、第1回共通テスト、このチェックついてるやつは受けてるやつ。第1回共通テスト、あー26、44、70、114、国語、あ、日本史34だったわけね。はいはいはい。でこれで戻ればいいんだよね。で第2回共通テストが、あ、35、40、やっぱ英語苦手だったわけだね。そうそう。ああ日本史は上がったな、54で。で第3回こっち共通だけでいこう、43、63、100、105、52。やっぱり英語が苦手っていう感じで進んでたわけですね。で前頭の共通テストプレで、あ、64、55、国語97。あ、でも本番伸びたんだね、日本史は。日本史はもうずっと、まあゼロからだったんで、ずっと右肩上がりでした。なるほどね、OK。そういう感じだったわけですね。じゃあ、そうか。で、和子は、早稲田を目指しますって言ってましたね。高校、そうですね。はい、学部、はい。ということで、今回はその、早稲田の専門家を連れてきておりますので、次回は、あの、変な髪型の人にですね、2000年代前半から外へ出られる。次第の後ろに1900年代いるから。あ、まあそうだね、1990年代、1900年代って古い、1990年代があるからね、まああれなんですけど、そちらにねちょっとアドバイスを聞いていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ビゴキン、後ろの置物がすごい。平田ズヤ、どうも、早稲田法学塾代表の平です。昔ドラゴン桜で、東大模試に出た問題と同じ匂いのする問題なんですけど、一口で手でパクッ、ね、手でつまってパクッ、手でつまパクッとね、言うの。一口でいくんだよ。